ポケモン3匹も捕まえました。なんでか3匹も捕まえられたら上出来なんだ。へえ、そうなんだ。へえ、そうなんだね。バンバン捕まえてたけどね。なんていうか、何の試験だろうね。筆記ですかね。いや、寒そう。はい、じゃあおやすみなさいですね。なんだかあそこから落ちてきたっていう体なんですね。さあ、ここまであれですね。ドテニさん来ないってことは、多分ドテニさんも今アルセウス中ですね。きっとね。はい、じゃあ宿舎入ります。うわ、断熱材なんてないだろ、この家。ほんと昔チックなお家ですね。これ何？あ、ここが収納ですか。あ、ちょっと待って。サンダル履いてるじゃん。ちゃんと脱いでる、すげえ。何これ。へえ。あ、いろりを使うことができる。飲料水、そうか。へえ、へえへえ。靴脱ぎ。あ、土手さんロックマンやってた。まあでも、一人暮らしでこの広さは、まあまあ、快適ですよね。一人暮らしでこんだけ、土間がいるかどうかですけど。だって、6畳一間でしょ ?6 畳一間でこんだけ収納あるんだったらいいっすよね。へえ。いやー、でも寒そう。休みましょう。古い家だけどね。風情ありますよね、いろりね。いいよね。畳の部屋で寝たいね。ドマドマは必要ですね。一人じゃ自炊しないですからね。なんだろう、小悪さんみたいにバイク何台も持ってるならドマあってもいいと思うけど。なんだかスマホはどうやって充電したらいいんでしょうね。ポケモンだけどチャリすらないやつね。でもそうかもしれないですよね。こんな世界ね、馬車とかだよね。あ、小悪さん噂したら、はい、こんばんは。さあ、小悪さんのバイクがって話したら小悪さん出てきましたね。さあ、なんだか野生のポケモンって結構怖いんですね。まあ、怖いよね。いや、なんていうか、土間のある、まあまあ、古いなりにも風情あるお家に泊まったんですけどね。一人暮らしで土間、広いのいらないよねって話でした。ビッパムックルコリンク、あーん。ははー、ビッパは使える。家具貸しましょうか。うわ、だっせ。様になっていますね、本当に。今時斜め掛けでしょ。あ、ガイドするだって。何これ、ガイド中。あ、任務が確認できる。あ、メインサブ、なんていうかモンハンみたいな感じになるのかなこれ。お、じゃあさっき捕まえた3匹ですね。クポーってあれだよね。モーグリじゃんね。あ、ヒノアラシかわいい。ミジュマルもかわいい。なんていうかみんなかわいい。3匹ダメ？3匹連れてっちゃダメ？かわいいよね。かわいいのよ。どれもかわいいのよ。どうしよう。だってさ、なんとなくこっち向いてない？うわーどうしよう。うわーどうしよう。みじまるでいきます、私。ピチャチャみじゅまるにします。選べない。まさ欲張りさん。モグリにしよう。いや、なんてか、目の下のそばかすかわいい。じゃあ、みじゅまるもらいましたね。残り2匹どうすんだろう。モンスターボールが支給されますか。なんでか最初のモンスターボール50個はあの時に投げ切ったら何になったんでしょうねそしたら目的地がねちゃんと目印あるのがねすごくありがたいですね。はい、じゃあでこの女の子もついてくるとしょうちゃんって言ったっけ、何ちゃんって言ったっけ、キテレツなみなりいやお前もなかなかだなイチョウをイメージしてるんですね。お、これポケモンバトルですか。いいでしょう。なんだかポケモンバトルは通常の感じですか。あ、トゲピーだ。勝負。すげえ。ちょっと待って、かっこいい。体当たり。いけない。あ、なんかこの辺の。あ、待って。あ、移動できるよ。移動できる。へえ。すげえ。邪魔邪魔。あ、なんていうか、あ、そういう感じになるんだ。体当たりすげえ、なんかすげえ。決着。移動して自分で攻撃しようだよねあ、で、なんていうか、僕のワイプの下でレベルアップしてますねワイプこっちの方がいいかな。どこがいい？この辺にしとく？なんていうかワイプいるさあちょっと外に出ると危ない感じになるんですかねね、俺がレベルアップした感じになったよね